室谷義秀選手です。よろしくお願いいたします。優勝から、はい、1日半ですかね。そうですね、はい、改めましておめでとうございます。ありがとうございます。やりました。エアレース参戦前の室谷さんと今の室谷さんでご自身が一番変わったなと思った点はどこなのか。まあ、映像でもありましたけどね、明らかにシワが増え髪の毛も薄くなってきたなというふうに思っています。まあその分年を重ねてきて経験もこうシワの中にこう染み込んできたわけですけど、2009年のそのね、あのレベルと今の僕が戦ったら、まあ百戦百勝ぐらいできるというふうに思っています。というのはやっぱ自分のものの捉え方とか考え方、準備の仕方っていうものが本当にこのエアレースを通じて多く学ばせてもらって、自分がもうやりたいということと向かう道はもう明確にこう描けるようになって、それに向かって長い期間でもこう努力をし続けられる自信はあり、その中でアップダウンもあるんですけれども、まあ、多少のねアップダウンにあまり翻弄されずに自分自身の舵取りができるようになった実感があるので、そういう意味ではこう人生が楽になったし、楽しめるようになったというかね、自分の行きたい道を勝手に行ける、行かしてもらってるという感覚ができたのが、まあ、この10年かなと。はい、これね、飛行機も悪くないと思うよ。俺を車の現場から外す気か。エアレースで勝つためにはこの新型機がどうしても必要なんです。勝つための準備は整いつつあります。どうかスポンサーの件よろしくお願いします。室谷さん、ワールドチャンピオンへの強い思いよくわかりました。できる限りのことはさせていただきます。ただちょっとお時間をください。はい、わかりました。よろしくお願いします。一山越えるとそれまで見えてなかったその先の山が見えてくるか。確かにその通りかもね。はい、向かってます。3戦目で優勝できて、まあ、その後ブダペスト戦もちょっと変更があるので、まあ明日のメディア露出は大丈夫だろ。選挙来てますからご心配無用ですよ。レースするには本当に厳しい限界のコンディションの中だったので、まあ、その中では、まあ止めたなという印象だったんですけども、その後のイギリス、アスコット戦、それからドイツ、ラウジッツ戦、まあ、この2つはというのも予選が3位で、はい、いい感じでこういけていたのにというところもありました。まあ、登れば登っただけまた次が出てくるとは思ってるんですけれども、自分の目の前に自分のポテンシャルよりほんの少し高い山が出てきますので、まあ、それを超えるっていうのは極めて膨大な努力と準備が必要なので、といろいろ考えてね、その山を越えた瞬間っていうのはなかなか面白いものがありますよね。お願いしたい、こっちです。
これです。これがカウルね。どうしたヒロト、こんな夜遅く。お父さん、まだ飛行機の実験やってるの？まあな、レースが近いから毎日残業だけどしょうがないよ。なんだヒロト、飛行機に興味あんのか？うん、ちょっとわからないけど好きになってきた。そっか、そりゃよかった。お父さん、もう少しお仕事頑張るよ。お母さんが、ブリュアさんまたまがいだったって言ってるよ。え？もしもーし、もしもーし、おーい、お父さん、もしもーし。試行錯誤をして、まあ、失敗するケースの方が圧倒的に多いわけなんですけれども、まあ、たまにその成功すると。ですから全部当たると思って試しててどれが当たるかわからないんです。 ActuallyWhat do you know about his recent racing results? It remains the same as last year. I think to Matthias, how you look at him without your eyes. You know how people say, seeing is believing. I think it is the other way around.If you want to see something, you have to believe in it first. Man is fighting against this time. I'm sure the result would follow. So ask yourself, what do you want to believe in?ああ、室谷さん、自分が越えなければならない山が見えました。僕だけがおじけづいていたのかもしれません。高みを目指して一緒に進みましょう。2007年からですね、エアレースを夢見始めてもう10年になるんですけれども、まあ、その中でやってきたことは変わらなくて、まあ、今世界の頂点に手が届いたり届かなかったりというところで、まあ、その中でやってることは実は何も変わっていないと思ってます。モチベーションも変わってないと思います。ただ自分自身が上手くなりたいと思ってるし、まあ、その中で最終的に結果として勝つことになるだろうということでやってますね。My, congratulations. I'm taking over your job starting next month. This looks good. Thanks. Seconds, no penalties. Currently holds you in first place, Yoshi. Yoshi Maruya is the world champion. Japan lifts the tour title for 2017. Yamamoto-san, thinking a little bit too much about the world championship, then just forget today, then just
なんでできてないの？いや、明日の朝一までにお願いしますって言ったよね。その情報はちょっと待って、今探して送るから。ちょっと失礼します。まあ、これをただね楽しいからやってるだけというのが正直なところなんで、まあその無理してモチベーションを保つという必要もないし、これが好きでいられる状態をいかにキープするかということが、まあそれこそがモチベーションを保つ秘訣かなと思います。佐藤部長、エアレース始まりますよ。よし、行くぞ。ねえお姉ちゃん、今日ムレさん優勝するかな？あのね、未来は心に強く思い描いた通りになっていくんだよ。だから君が信じて応援したら奇跡は起こる。信じることで優勝が近づいてくるんだよ。楽しみやね。もうちょっと見れるからね、飛行機。このまま行ってよ。ちょっと厳しいな。でもまだ諦めない、そうだな、最後まで諦めちゃダメだよな。お父さんが一生懸命作ったんだから、きっと勝てるよ。僕もいつかエアーレースに出るんだ。お父さんみたいに飛行機を作りたい。よし、勝負はこれからだぞ。うん、よし、行け行け。頼むよ、室屋さん。我々無名のパイロットにこういう羽を与えてくれて、ずっとこの54戦も本当にコミットさせて生活させてもらったっていうのは本当に感謝に絶えませんし、本当にこう楽しい時間をいただいたというのが、まあこの締めくくりな感想ですね。